全部ね、ここで出てきて、光が当たった、この光が差すところが、もうここにはデイリー山崎があるはずなんです。こっち行っちゃうと消えますよね。わかるかな、これ。こんな感じ。と、まあこんな感じなんですね。ここのカメラで撮ります。カメラを撮ってる最中、ここが赤くつくんです。カメラを撮ってる最中はここが赤くついて、でカメラ、ここにカメラマーク、バック、トークで、ここでこうくる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 やるんですよね。中で実は操作してます。でマイクの位置が、こちらマイクとスピーカーもついてます。これがスピーカー、これ今撮ってます。これ音を消せないですね。これこれがスマホに転送されます。今撮ったで、撮ったやつがスマホ撮った画像です。こいつでという感じなんですよ。うん、はい、とりあえず今日はそんなとこかな。あとはトークだ。面白いのがトーク、いや違う、バックしないといけない。バックして、お話しくださいって言って、今日の天気とかやるとやってくれたりするんですよね。あと、東京の板橋の今日の天気は曇り時々晴れ、最高気温は23度、最低気温は14度です。で実はここに出てます。本当はねこれ見えないんだ、映せないんだけど、とかまあいろいろありますね。はい、そんなとこです。で最後に今日の一本ですね。こちらヴィンテージのフランスかな、クラウンパント。なかなかこんな色合いのクラウンパント今時ないですよね。クラウンパントって昔の形なんでね、このクラウンパント、え、すごく素敵です。まあ、こういう色のクラウンパント選ぶ人は、まあ、かなりの通の方ですね。だいたい黒とかそういう王道行きますんでね。はい、そんなところです。